はい、今回はイチゴ狩りに行きます。わーいわーいわーいって念願のイチゴ狩りライドに行きました。そう、先週か、前のライドの時に行く言うてたもんな。それの約束を守りにやったー、ちゃんと守りました。赤じゃないみたいやな。トヨタのいちご狩りのなんだっけ、ストロベリーパークっていうところに、そう11時で予約してたんだけど、いつもながら出るのが遅くて遅刻気味です。これやばいんちゃう、猶予がもう5分もないって。やばい。しかも長久手からトヨタに行くまでになんか結構坂道があって、ここもよいしょよいしょ思ってます。せやな、エリ死んでたな。死んでた、ええ感じの道やん。そう、ここはね、なんか橋かな、高いところに道があって、めちゃめちゃ気持ちよかった。なあ、これ行ける、この道初めて行ったけどめっちゃ良かったよな。めっちゃ良かった。なんかこんな道あるんやね。え、高速道路沿いの、これはね、自転車と歩道。あ、そうそう、歩いてる人おらんかったけど一応歩けるパターン。ね、これ違うのはロードバイクの人ばっかりやったね。これ歩いてる人すげえな。いや、すごい距離にすると結構あるからね。途中降りれないし。いや、ほんま途中でな、その脇道ないもん。ないもうゴールまで行くしかない、あ、これは一瞬バリッ出したけど、もう終わって、いつも一瞬だけなぜか頑張るタイミングがあるもん。あ、そう、今動画撮ったから。あ、そういうことか。行って、死んだ。この道、あれやな、意外と高低差もあってな。いや、意外ととかじゃない、なんかもう本当私にとって山ぐらいあった。あ、ほんまに、なんかその長かったよな、長かった。で、めちゃめちゃある。そうそう、上りが長いから下りもずーっと下って。あ、そう下りはね、なんかこの日はめっちゃ晴れてたし、なんか寒くもなくてね。せやな、楽しかった。余裕の余裕。ああ、ほんまな、行きはなんかめちゃ暑かったよな、むしろな。あ、暑かった。なんか本当に、まあ、気温冬だから寒かったけど汗かいてたもん。なあ、せやな、汗かいてた。そう、背中とおでこになあ。まあ、それだけ頑張ったっていうこと。そう、頑張ってた。いちごに間に合わなっていう、あの、精神のもと、そして間に合いません、はい、間に合いませんでした。ので予約の時間を1時間遅らせました。でこっからな、もう余裕できたからちょっとゆっくりめにな。そうこれ余裕できるまでもめちゃめちゃちょっと焦ってな、走ってたもん。でもね、もう無理だったもんね。もう時間的に、あ、これあかんわ、ね。あ、でこれなんか途中で何サービスエリア、パーキングエリアかなみたいなやつがあって、途中で休憩できるところもあって、よかったね、この道。バイカーの人とかも休憩してたんだ。ほんま、で何がいいって信号ないもんな。なかったね。そう、で車とちゃんと分かれてるから、ほんまに走りやすい。で歩行者の人も急に飛び出してこないし。あ、そう、おー、着きました。あ、もう着いた。いやー、ここめっちゃ綺麗やったよな。あ、設備とかが全部がサイクルラックもあるし、てかなんか映えるように作られてたよね。あ、それはほんまにそうやと思う。あ、そう、橋もさ、なんかこうやってイチゴの写真が貼ってあったりとか。動画には入ってないけど、この看板のところで写真貼っとったりしたもんな。あ、うん、そっか、入れてない。あ、そう、入れてない。今回そう、なんか建物のね、すごい可愛くて。あ、ほんまな、うん、で一応その何食べ放題というか、いちご狩りせえへんでもこういうの買えるようになってたよな。うん、そう、これね、いちごジャムとかさ、なんか学生さんと作ったみたいなのができるやつか、こいつは。ちょっと気持ち悪いクッション。ハートにて生やし、なぜか生やしてしまった。あー、はい。めっちゃ広くなかった。めっちゃ広かった。なんかいちご狩りあるあるはさ、なんか結構狭いからいちご狩り尽くされてるっていうのが。あー、せやな。あるけど、ここのいちごはね、めっちゃ大きいのがたくさん。あ、すごい、ここめっちゃある。これやばい、ね、なんかその種類が3種類ぐらいあって、でこの今買ってる紅ほっぺはめちゃめちゃいっぱいあったよな。あったあったあった。でそのもう2つ名前ちょっと出てこへんけど、もう2つのやつが夢姫、夢
秋姫と夢ほのかだ。そうそうそう、あ、それあ、よう覚えてんだ、すげえな。隠れて書いてある。その2つはなんか時期をずらしてるんかわからんけど、まだ小さいのが多かったりして、紅ほっぺがめっちゃ美味しかった。紅ほっぺあれうまかったね、今それ一瞬でこんだけ取った。なんかスピードが違うね。でも2人でなんか赤くて、でかくて、みたいな、そんなやつばっかちゃんと吟味してるんだな。いや、エビのさ、これ盛りすぎちゃう。そうよ、こんな盛れんの、はみ出とる。盛らないとはみ出とる、ね、いや、これほんまに美味しかった、うん、なんかさ、いちご狩りのいちごってさ、その美味しいやつとさ、なんかちょっと薄味のやつあるやん、うんうんうん、もうこれ全部美味しかったもんね。全部美味しかった、ほんますごかった、ね、ちゃんと甘かった。いや、ここはめちゃめちゃ美味しかった。ほんまここすごい、うん、しかも45分も食うの、ね、一瞬やったけどな、45分だ。一瞬まだベリーホッペ食べた、そんなもんやったかな。ベリーホッペだってもうそのカゴ満杯と、ほんまに幸せやったな、うん、これ念願かなった、ね、瞬間だってザーって落としてたのがあれ急に大雨降ってきためっちゃ雨降ってきたもん、ね。サイクルラックにさ、あのヘルメットもかけてるし、手袋もかけてるし、アイウェアもかけてるし、もう死んだと。あ、入れてた。結局俺が59個食べて、私が50個。あ、そうやな、50個。負けました。俺の勝ち。悔しい。そうそう、ここで言ってるけど、ほんまになんか下がコンクリートでさ、クリートでもめっちゃ歩きやすかったし、何よりトイレも綺麗やったしな。あ、トイレめっちゃ綺麗だった。なんかデパートのトイレみたいな。いや、ほんまほんま、なぜか自動ドアで開くし。そう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 、どんだけなんか整えられてるんだ。いや、ほんまほんま、あそこまた行きたいな。美味しかったしな。時期ずらして行ったらどんな味になってるかまた見に行きたい。確かにね、いや、ほんまほんまほんま、で、やっと帰ってますね。この時ちょっともう待ったね。まあ、行きがあれば帰りもある。そう、行き山あんのに帰りないっていうのはありえへんからな。高低差でずっと下って帰るんかな。いや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 、そんな甘くない。いや、まあ、そんな甘くない。え、だけどまあなんかしんどいと言いながらも一応ちゃんと走れてたもんな、うん、成長した。これ普通やったらもういちごいちご食べに行って気力切れて、うん、もうあかんわって言ってた気がする。いや、でも私やっぱなんかご飯そう、これめっちゃ元気なくなって、最近流行りの東丸のうどんの歌。そう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 、エリがもうこれ心折れそうやなと。楽しい歌歌って、ね、歌って言われたから、エリお気に入りのあの東丸のうどん。割と早いじゃん。たぬき天ぷら結構おらんくなってて、あれ東丸、違う違う違う、人間は入れたら食べない。でもこの歌はね、歌うと元気になるので。あ、じゃあエリが死にそうな時は言うわ。この歌が聞こえてきたら歌わざるを得ない。なぜみんなもっと歌わないで、カラオケに入れてほしい。15秒で終わる。コスパ曲楽しみたいと。そう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 。エリ、この時あれやん、帰りに岐阜タンメン寄って帰るって言ってて、それもモチベーションやん。そう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 、もう心の中で岐阜タンメンあと何メートルかって感じで走ってた。いや、もうまだこの時なんか寒かったやん、帰り向かい風でさ。でもこれはラーメンの汁が、スープが染みるなーとかやって。めちゃめちゃ楽しみにしてたもんな、この時な。そう、もうここはね、もう長くてもね、来てるから、その岐阜タンメン近くて、もうカウントダウンしてたもん。もうちょっと、あとのくらいかなみたいな。いや、もうそろそろですけど、もういいよね、多分。お、帰り意外と早かったよな。早かった、早かった。やっぱ一回通ったのに、ちょっと早く感じるよな。お、岐阜
タンメンに着いたが、めちゃめちゃ並んでた。これ2時半やね。いや、本当にこんな並ぶっていうぐらい並んでた。時間じゃないのに、ということで、マクド。マクドに並びました。じゃあ久しぶりに食べるわ。あれだけど、ね、久しぶりに食べたマクドうまかったよ。いやー、美味しかった。ポテトも、いや、顔しんどる。疲れが出とる、うん、疲れが出てる。いや、ほんまにな。めっちゃ疲れてる。マック食べてた時ちゃんとテンション高かったよね。いや、高かった。高かったけど、もうあれよ、声だけ。顔は疲れ切ってた。寒くてマスクし始めた。あ、そう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 。一回落ち着いちゃったからな、マクドでな。で、また体冷えても、家まではちょっと寒かったな。あれ、ここでも言ってるけど、足つきなしで行けたもんな、今回な。ちゃんと峠を足つきなしで。いや、ほんまほんまほんま、すげえと思うわ。えらい。えらい。お、えらい。ジガジさん。えらいえらい。うん、えらい。もう髪の毛ボサボサ。あ、で、これな。ご褒美におうち焼肉。イエーイ。おうち焼肉がな、気楽でいいし。コスパがね、最高。そう、コスパがな。肉もな、なんかもう。バラ肉みたいな、切り落としみたいな薄いやつにして。だけどそれでも十分楽しめるもんな。めっちゃ美味しかった、うん、最高。それ、今回もこれで終わり。次は山かな。山が出た。この動画で宣言することによって後戻りできます。よし、次山行くぞ。おー、じゃあまたね。はい、ありがとうございました。ありがとう。